はい、こんにちは、カズボです。ロマンシングサーガ 3.1 に続きやっていきたいと思います。今まで行けなかった場所行こうか。ここでやな、左に行ってればとりあえず街に着くはずなんですけども、敵が強いんだって。右でも行けんだけど危ないんだよね。あ、あとこれ逃げらないの。分身剣に、本気でやらないとまずい。分身剣と新卒三段付けどっち戦で、ああ、なんか竜林ってもそんな感じか。クリスナーガのファイナルネタは強いね。これ強いって、どういうことだろう。桁違いじゃん。あ、いけたいけた。こいつたまに2匹出てくるからさ、しかも逃げれないのよ。おかしいでしょ、逃げれない。だから変なとこセーブしたら詰むから下セーブして。ヘビがいないんだもん。どういうこと。あれ、あ、いたいたいた。いたけどちょっと早いぞ。あれ、ちょっと来るな来るなって来るなって。4回左だったっけな。あ、着いた。これであれ、姫がこっち、待て、いや、ちょ待て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 、あれは？あれ？なんでマップに出てこないの？あんなとこあったの？姫がここに？砂漠を東に行くと乾いたタイが流されても戻ってこられなくなるわ。信用京都って言ってもただの人いい商売させてもらってます。砂漠にはね、王様たちの墓があってね、オーラムがいっぱいあるんだって。だからあれだよね、これ大変だからどうしようかな。だってこれ いけない。信用京都ないと1万オーラもキープするの別だと。1万オーラもないし、ちょっと待って、マジかよ。1万オーラも持ってこなくちゃいけないってことか。また行くの。ちょっと待って、あ、信用とあった、よかった。1万オーラムはどこだっけ。銀行、ビルミントン、ヤーマスとかなんかそこら辺にあったよね。あのヴァンパイアとどうあんの。なんか行く場所増えたな。どうしよう。どっち先だろうな。待って、ここにあったよね、銀行ね。あれ、ここなかったっけ。知らなかったんですよ、息子が悪いんですよ。これ買ってこっちから出れない。出口じゃありませんよ。買ったんだから行かせてくれよ。あれ、ちょっと待って、ロビンがいる場所ってここだよ。あ、あるある、下だ。銀行に行って、なんか他やってないイベントいっぱいありそうだけどね。ちょっと待って、預かってますって5800しかない。1万オーラも貯めなくちゃないじゃん。じゃあ先にあの、姫がここにってとこ行く？姫がここに
ここってなんだっけ、ハリードじゃないと来れないんだっけ。全力で行かせてもらいましょうか。カタリナでやったら全員こんぐらいダメージでっから、ね、見切り全然出なくなっちゃった、ね、うまさがってさ、マップ変えると復活してたりするじゃん。もうこれセーブするでしょ。でここで行ってセーブしてさ、戻ってくると下に復活してたりするんだよね。ここで住んだらどうすんだって話じゃん。キノコ枯れよ。ここ全然覚えてないんだけど、なんかあったのは覚えてんだけど、それが本当の記憶なのかどうかもわからん。クロスだよ、怖くない。いいんだぜ、新種かな。お金を貯めないとね。あなただあれ、道場がいる。アスラ道場ですね。これ強いんだけどさ、技覚えるじゃん。ナウトスライサーって覚えないか。退却できんだ。38,000。さて、さて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 。さて、ひらめくもひらめいたし、行こうか。
無用剣覚えるよな。フラッグラッシュ覚えたのに。普通にボスより強い。アスラ道場。あかん。待ってこれやばいんじゃない。回復さえなくなればいけんだけどね。38,710 だよね、HP が絶対に。倒せるまでやろうか。あかんな。ちょ、これそれは無理無理無理。気合でとりあえず。ヨシムール。ああここに来ればアスラ何回も戦いけどやだ。なんで2匹そうでしょ。絶対2匹なのこれ。アスラ、なんだっけ、そうだね。こんだけ、見切りつけていけましたね。まあ、それだけ。運が絡む。一旦でやられる時あるから。まあ、だからもう倒せたら倒せで嫌ぐらいで。オッケーオッケー。おかしくないか2匹とか1匹でも辛いの。もうちょっと強くしないとダメか。十分なんだけどね。やっぱり素手か。素手が強いか。
の。何だったの今。え、待って、あれ極意化したかな、もしかして。リドル。しまったな。ちょっと待って待って待って。極意化しないと大変だよね、あれね。まあまあ一回倒してからいいか。よし。やっぱここで覚えるべきものは覚えないとダメだね。何回やったことか。まあ倒したのは倒したでいいんだけどさ。お、鬼神御殿。なんだそれ。可愛いんだけどさ、だけどさ、2匹はやめて。なんだ2匹って、あれおかしくないか、ちょっと。あ、やばい。はい、抜けた。あ、なるほどね。右と左繋がってんの。待て。まあいいんだけど。まあ大したことないな。するか。うわ、まあまあいいですよね。じゃあ行くぜ。はい、気合い。お、竜林月。まあパイドンヒドラみたいな出てきたけど、いいや、ドラゴンパーシーか。知り合いときたな。
なんだよ。違うよもう。ダメだ。ちょっと待って、ゴールデンバームやめて。1体でも強いやつ。まあ勝てっけど、アスラがちょっとおかしかったけどな。パンチの方がいいかな。1万貯まった？まあ、で新王の塔行きたいんだけど、もっと強い武器あるよね。そこ行ってから来るのかな。なんかそんな感じすんだよね。あ、一緒か。同じのはカットしますね。絶対なんかやばいやつだね。初代アルアワド王の墓だ。多くの者が王の名剣カムシーンを手に入れることを望み命を落とした。俺もカムシーンに憧れ、自らの剣をカムシーンと名付けてきた。今の俺に真のカムシーンを手に入れる力があるだろうか。何時カムシーンを受け継ぐものか。はい。何時その証を立てるか。はい。まあ、ハリードじゃないとダメっていうのドラゴンリーダー来る。勇壮スマウト。そう落とすまでやる。まあ一歩あるからいいけど。やるかやられるかですね。まあアスラもこんな感じで、まあいい感じで残ればいけるんですけど。
何回もやります。だってこいつを倒さないとダメなんだもん。ああ、前やったロマサガ次のデータでやりたい。誰も逆に鍛えてないからな。まあいいな。3ターンしか見ない勝ちだね。1万1回1万2000ぐらいか。いきなりそれが必要なんだって。あ、大丈夫。あ、いけっかな。全員動いてからこれで生き残れば多分倒せる。さ、やめてマジで。あー、どう？いけっかな、ギリいけっかな。2300は削れますからね。やめて。他動いて。他動いたら勝てんだろ。あ、行ったかな。あー、いけるんだけどな。なんでそこなんだよ。ああ、はいはいはい、あかん、全然倒せねえ。アスラは奇跡的に行ったけど、違うとこ先行くか。楽しいんだよね。待て、あれはブレスどうにかしないといけないのもあるよな。回ってないもんね。ちょっと待って、なんか色おかしいの、ね、よ。やっぱ全部倒してから行った方がいいのかな。もうちょっと待って、おかしいって。おい、ちょっと待って、勘弁して。あ、こいつが良い闇のローブ持ったんだよね。持ってたけど、あれ偽物だよな。本物かな。さて、ここにカムシーンがあるんだけど、ちょっと待って、まだ行ける場所あるじゃん。行けないか。まあ、他のとこは回ってきたんだけどね。あいつ強えな、ドラゴンルーラー。よくできた石像だ。まで、よくできた石像って、ちょっと待って、さて、もう何度やっても倒せないんで、まあ、なんだろう、竜林の盾と
フォート2っていうのを作ったんで、そんなもんかな。で、1万オーラも溜まったから、もうここやろうか。あそこは今度挑戦する。ダメだ、もうボロボロだね。もっと強くなると思うんですけどね。1万オーラも寄付するで入れるんだよね。え？もったいないってない？いや、払っ、じゃあ、待って。なんで勝手にもったいないって払う、払うっていいんだけど別に。ここに武器あんのに。じゃあ右の方行くか。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。まあなんか先進めなくなってきたけど、もうちょっと強くしないとダメですね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。